はい、できました。麦飯、ごぶ漬きのお米と麦飯で牛タンで、これはアメリカンビーフのステーキで、適当なサラダ、タラの皮の湯引きポン酢で、タラのあら汁、これで食べましょう。はい、ではいただきます。お給料日、お肉、牛タン、いきましょう。まずごぶ漬きのお米と麦飯、ミルキークイーンです。いただきます。うん、では牛タン、うまいじゃん、うまっ、見てるよ、塩かけてやるこれ、見てるよ、結構強めに塩コショウした、うん、歯ごたえ最高、歯ごたえ悪いな、赤ワイン乾杯、ありがとうございます、チンチン、ただ岩さんでよろしい、ステーキの方も自分で言ってる、うん、やっぱり塩がっつりだけど弱いな、刻みネギ塩な、牛タン煮つけと、うまっ、今日はちょっと贅沢、2000円超えた、納豆いい、納豆一パック、今日給料日やもん、別のもの使って、君だけ納豆食べとけ、いや、たまに光のリクエストやねん、牛タン食べたかったらしいわ、牛タンは言ってんやで、肉とは言ったで、あ、ほっか、いただきやんの、いや、好きやで、いやで、ね、悩んでん、シャトーブリアン3枚あってん、シャトーブリアン2枚でさ、俺だけ牛タン、シャトーブリアン分の1400円やから300グラムぐらいな、これ全部やな、これ納豆1パックでいいね、納豆1パックでいいの、どんだけあれな、燃費ええかな、遠慮したかね、子供の時は美味しい好きなものだけな、美味しいとか分からへん、タラの皮ポン美味しいね、美味しいより楽しいか、楽しいがいいの、ゲームやなら、可愛いお姉様とあれや、一緒にご飯食べて楽しい、いやいや、面白くない、楽しくないよ、うん、そんな楽しくないよ、こっから登っちゃえや、なんで、なんかご飯じゃ、いめしちゃん、お茶、美味しいね、大きいわ、食べられへん、牛タン買っておいて、
まあ、ゆうちゃんこの数しかいないよ。もしね、ちょっと入れすぎたけど、たら、たらで大根と人参しか入ってない。濃い。もうか。びっくりするぐらい濃い。ちょっと濃いな。塩いいです。味見た時ちょうどよかったけどな。肉が薄かったからかな。うん、ケーキが一番味薄い。1.5 倍塩コショウしたのにな、入っとる標準のより 1.5 倍に2倍したんか。うんうん、うん、おいしい、満足。ほんとカレーにどこにいんか、ちょっと明日何がいたい。明日お魚、明日ババア、あの田中源家、あの大きいババア。え、も出したり。ジジイがババアさばいてる。え？何ジジイがババアさばいてる。誰がジジイ？この質だとこれ多いよ。ん？いっぱいでこの質。うん。え？うん？ああ、まさに。うん？やっぱり匂いが。やろ。ただちょっと癖があんね。うん、これはこれは何や、いくら好きかな。まだあるよ。うん、脂身の少ないタンとかシャトーブリアンとかいったら受け付けん。まあまあ脂身の多いところは受け付けへん。まあ脂って言うんだけどしんどい。うん、食べてくれへん。匂いが美味しくないタラは癖あるけど味はしっかり出てんねんけどな、癖は違うからなんねん。今何時だよ。テレビついてんか時間分からへん。うん、8時過ぎたとこか。うん、ちょっと。まあね、目の前で牛タン焼きながら食べたいんだけど、あそこ焼きまるでもね、ほとんど煙は出へんねんけど、やっぱり匂い残る。だったら、お洋服片付けたから、まあ、ファブったらええねんけど、キャンドリンファブリーでいいねんけど、うん。
まあ、もっと焼いてきたけど、焼いてきても美味しいね。ただね、焼いてきて乗ってくるから牛タン冷めたらまずいと思ったら、さっきステーキ焼いたらステーキさっき冷めてもう美味しくなかった。昔ね、コンロがほんまに何口かって慌ててやるか、なんか順番にもう一緒に食べるんじゃなくて、子供の焼いて終わって渡してで自分の焼いて最後に食べるみたいな仕方するか、うん、こういう時ね、リビングダイニングにアイランドキッチンになっとったらすごいいいんだけどね。うん、タラの身おいしい。骨がタラのね、骨は強い強いしかいっぱい小骨が多いんタラは。うん、おいしいおいしい。身がすごい売れるけど小骨が多いから大変だから、切り身は多分美味しくなると思うんだけど、うん、うわ身美味しいわ。ほろほろ、またタラ買ってきてサバコ、ああ絶対サバいたお得や。タラの皮のポン酢も美味しいしね。うん、美味しかった。美味しかった。ごちそうさま。お給料日ってことでちょっと贅沢しよういう感じで、ステーキと牛タン、それで3人分で2000円ぐらいです。でタラはもうアラとか捨てるとこだけ、皮とかそんなに作ったかな、ほぼ0円で、野菜もキャベツに2枚と人参ちょっととキュウリ、まあトマトというかな、まあほぼほぼただとして2000円ぐらい、2100円として1人700円700円で牛タン食べてもう満足で、そこにステーキついてでタラのあのあら汁がついて、タラの皮の湯引きのおつまみついて赤ワインが入って最高でした。ごちそうさま。まあね、月に1回給料日ぐらい贅沢しましょう。はい、ということで今日のあっちゃんの晩ご飯、この辺で終わりにしたいと思います。はい、明日からね、寮の リクエスト通り一人納豆1パックいきなり給料日の次の日から節約かよ。まあそんなのどうでもいいけどね、まあ美味しく楽しく晩ご飯をいただけたらそれでよろしいです。はい、ということで今日の晩ご飯この辺で終わりにしたいと思います。ごちそうさま、美味しかったです。ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃんちの晩ご飯、牛タンと、アメリカンビーフのステーキとタラのあら汁、タラの皮の湯引き、あとサラダ、よかったよって思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録してみてくれたら嬉しいです。パワーアップしました。お肉2日連続お肉を食べて元気になったあっちゃん、また今夜も全力全開ライブしたいと思います。またね、バイバーイ。